では定例記者会見始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。幹事社の茨城放送です。幹事社から1点質問します。県知事選挙の日程9月8日に決定いたしました。昨日夕方の会見で知事が出馬表明されましたが、一夜明け改めて知事選に関する今のお考えをお聞かせください。まあ、それは今と何も変わりません。出馬表明したからには一生懸命県民の皆さんにご支援をいただけるように頑張っていただければいけないなと思ってます。各社どうぞ。はい、どうぞ。NHK の佐藤です。よろしくお願いいたします。原子力発電所のですね、新しい運転に向けたその基準がですね、今日まさに今原子力規制委員会で議論されていて、午前中に決定するかと思うんですけれども、知事として新しい基準についての受け止めをお伺いしたいんですが。随分時間をかけて、慎重に専門家の方々が議論してこられたものですから、いいものができてくるのではないかと期待をしております。この間田中原子力規制委員会の委員長には、基準ができたならばできるだけ早く審査をしてほしいと、半年に3期1年に6期というペースが言われてますので、田中委員長の方はツインの場合なんかは少し早められるかもしれないということは言っておられましたですけれども、1年に平均6期というと50キロには8年かかってしまう。そうすると施設設備にもいろんな変化も起きてしまうかもわからないわけでありますので、できるだけ早くこの原子力規制委員会としての判断というものは示されたらどうかと、申請が出たらば早急な対応ということが必要ではないか、そのためには人員をしっかり増やしていくことも必要なのではないかといったようなことを申し上げてまいりました。はい、その上でですね、東海第二原発もいずれ、その中で再稼働 の、 その、議論の訴状に上ってくるかと思うんですけれども、知事としてですね、やはり今回 の、 東海第二原発が、そういった議論になったときに一番そのネックになる、新しい基準の下でネックになる、ところというのはどんなところだというふうに受け止めておられますか。安全性が一番問題になってくるということだと思いますけれども、それに加えて、先般原子力規制庁へお邪魔したときにも田中委員長の方で避難計画がしっかりできていない場所については稼働を認めないというような発言をかってされておりましたので、避難計画というものがどの程度のものなのか、個別具体的にしっかりと、例えば災害弱者病院の入院患者、あるいはまた施設の利用者、こういった方たちについてそれぞれに立てるというところまで要求されるとなると、なかなかそういった避難計画ができなくなってしまうということもありますので、どの程度のものなのかということについて質問をしたんですけれども、明確な答えはありませんでした。これからいろいろ新しい規制基準ができてくるということですのでですね、それに基づいて検討しても対応していきたいと思っております。県の方ではかねてからですね、その避難計画について、多くの人口がいるので難しいと、いうことをおっしゃってこられたかと思うんですけれども、やはりその後の県の検討の中でも、そこについては、進展はなかなかないという現状なんでしょうか。いろいろ国の方の防災指針などについてもこれからさらに改定されていくと思いますので、そういったものを待って検討していかざるを得ないと思います。やはり周辺の人口というのが一番ネックになってくると思うんですが、その辺はいかがですか。先ほど申し上げましたように避難計画をどこまで作るのかということによってはかなり大きな課題になってくると思います。それとですね、その原発、東海第二原発自体 の、 その老朽化という中で、津波対策なんかができるにしても、例えばその電源ケーブルの問題、一つとってもですね、その再稼働までには相当いろいろなハードルが予想されるわけですけれども、その辺についてはどのようにお考えでしょう。それは先ほど申し上げましたようにですね、8年前後かかってしまうということになると、東海第二は40年越してしまうと
ということも考えていかなければいけません。そういったトータルな検討の中から、この科学的技術的検討の中からですね、安全性についての結論というのはおのずから出てくるんだろうと思いますし、それを受けた上で避難計画その他のことを考慮して、稼働に賛成できるかどうかということの判断をしていかなければいけないんだろうと思っています。ありがとうございます。はい、どうぞ。東京新聞の林です。よろしくお願いします。今の件若干の関連してですね、規制庁にですね、早く審査をしてほしい、審査を早くしてほしいというのは、これ東海第二原発をその健全な状態で審査してもらって再稼働の可能性も残したいという意図も入っているんでしょうか。そういう意図ではなくて、東海第二を念頭に必ずしも置いているわけではなくて、日本全体として、50基ある8年かかるというのはいかにも間延びしたような感じにもなりますので、できるだけ早く科学的技術的な見地での結論というものは出すべきじゃないかということで申し上げたつもりです。それとですね、J パークの放射能漏れ事故に関してなんですけれども、ハードロン実験施設のですね、排風ファンというかの換気扇を、室内に放射線量が高くなって、室内の放射線量が高くなったことを理由にですね、運転させて、結果的に放射性物質を環境中に、ばらまいてしまったということが、周辺の自治体とか住民の強い非難を浴びているわけなんですけれども、それで、さらに排気ファン、その換気扇をですね、放射性物質を放出した換気扇を、動かしてから66時間、3日間にわたって動かし続けていたということなんです。事実が分かったんですけれども、この件に関しては知事の、率直な意見というか感想をお聞かせください。担当の方々に言わせれば、安全なレベルだったから回し続けたということでありますけれども、やはりそれについては万全を期す、あるいはまた住民感情に配慮するといったことからしてもですね、止めておくべきだったと思っております。かなり松浦原子力機構の理事長さんにですね、その若い研究者はその研究第一で安全までに気が回らないんじゃないか、配慮してないんじゃないかというかなり厳しい言葉をかけられてたと思うんですけれども、その観点でこの行為というのはどうなんでしょうかね、許されるような行為なんでしょうか。今後運転を再開するにしても、安心して任せられるような行為と感じてらっしゃいますでしょうか。先般センター長とお話したときには、こういった外部の人を含めた利用施設というものについては、安全は絶対確保されてるから、その中で、研究を積極的にやってくださいというような施設だというお話もありました。それですからですね、余計に管理体制というものをしっかりしておく必要があるんだろうと思っております。そして先般も筑波におられる責任者と電話でうんぬんというお話がありましたですけれども、そういったことについては、一人だけにこの責任を任せるというのではなくて、現地にすぐ誰かが行けるような体制を作っておくべきじゃないか、第1、第2、第3といった形で責任者を作っておいて、こういう事象が起きたときには、すぐ誰かが駆けつけて、そこで、全体の指揮を取れるような体制というものもできないかということを申し上げておるところでありまして、私どもとしてはですね、もちろん利用者の方々にも、しっかりとどういう施設なのかということについて頭に置いていただいた上で利用してもらわなければいけませんけれども、それに加えて管理体制というものをしっかりしていくことがより一層重要なのかなと思っておりまして、今のファンを再稼働させるといったようなことについてもですね、そこに誰か責任者がいてきちんと真剣に検討してしかるべきだったのではないかなと思っております。J パークセンター側の説明ではですね、県の立ち入り調査で、ファンが回っていることを指摘されたし、テレビ局がそれを撮影して全国で放映されたと、
まあ、すでに分かってたことだったので説明する必要はなかったというふうに説明してるんですけれども、この件にファンが回ってたという件に関して知事に報告はございましたでしょうか。残念ながらありませんでした。理由としてですね、止め忘れたっていう理由があったり、線量が低くなったので止めるというアクションに行かなかった、ちょっとよく日本語として分かんないんですけれども、まあ、線量が低かったら、まあ、止めるのが当然かなと思うんですが、その理由は知事としては理解はできますか。僕の方としては、まあ、科学者の考えというものを極めて重視した行動だったと思うんですけども、それじゃなくてこういう事態に立ち至っているということについてですね、十分にこの一般の国民の感覚というものを持った判断をしてくれたらよかったのではないかなと思っています。それと同じなんですけれども、また同じ JPAC センターの説明で、住民感情に配慮したり風評被害を考慮すれば、まあ、止めた方がよかったとおっしゃってるんですけれども、普通だったら住民の安全を考えれば止めた方が良かったっていうふうに考えると思うんですけれども、このような方々に、まあ、これは専門家として、そこから出てるものについては安全だという感じを持っておられたからそういう言葉になったんだと思いますけれども、ただ今おっしゃられるようにですね、どういう事象が起きているのかっていうのは完全に把握はできないわけですから、やはり止めた方が良かったんだろうと思います。ありがとうございます。はい、どうぞ。朝日新聞の本間です。よろしくお願いいたします。指定廃棄物の件で一点お尋ねをします。27日のですね、まあ、第2回目の市町村長会議の結果、まあ、踏まえないとちょっと分からないところはあるんですが、前回の議論なんか見てましてもですね、首長さんが大勢集まられてですね、まあ、意見を出し合ってもなかなかその議論って平行線なのかなという気がしてならないんですけれども、県として方向付けのようなことをする考えは終わりなんでしょうか。議会の答弁の中では中に立って円滑にというお話だったんですけれども、積極的に方向付けというようなお考えはいかがなものでしょうか。まあ、今回6月27日に開催する第2回の市町村長会議には、市町村長さん本人が24人ほど出席されると聞いております。そこで、前回の皆さん方からの意見に対する回答、あるいはまた有識者会議を受けての国の方針等々が説明されるのではないかと思っておりますが、その結果どうするか、まだ今の段階で県でも方向性出したらどうかとか、そういう時期ではないんではないかなと思ってまして、もう少しフリーにお互いに意見交換をする、その中からどういう意見を市町村が強く持っているのかということについて改めて認識してもらうことが必要なんではないかなと思っております。国の方でももう一回このですね、市町村長会議が全部一巡するのを待って有識者会議、そこの意見も踏まえてやりたいということで、わざわざ有識者会議を7月に延ばしたということも聞いてますのでですね、そこは県で方向を示すとかのよりは市町村長さん方の生の声というものをまだまだ聞くべき段階なのかなと思っております。わかりました、ありがとうございます。はい、どうぞ。読売新聞、田中と申します。今朝方東電から発表ありまして、福島第一原発の地下水から、法定限度を超えるストロンチウムと、トリチウムが検出されたという発表ありました。今まで知事は沿海地区漁連の意向を尊重していきたいというようなスタンスだったわけですけども、今日のことで、県としての姿勢に変化があるというお考えはありますでしょうか。僕はその話まだ聞いてないんで、ストロンチウムトリチウムの量レベルがどの程度だったのか、ストロンチウムトリチウムについては今まで、発見されなかったわけじゃないんだけれども、ただレベルが非常に低い通常レベルのものであるということで、問題にはされてこなかったわけですので、そのレベルを後ほど聞いた上でまたご返事したいと思います。
にありませんか。はい、どうぞ。読売新聞の小池と言います。すみません、原発の問題ですみません恐縮なんですが、新潟なんかではベントの設置工事についても、事前の地元の了解が必要だというふうに県知事がおっしゃっているようなんですが、茨城県東仁についても、その安全対策の工事に入るには地元 その了解というのが必要になると思われるかどうかなんですが、浮いた月のベントシステムということについては昨日から原電さんの方で準備工事に入ったということをお聞きしております。私どもとしてはこの防潮堤あるいはまた浮いた月ベントというものについて、次の再開に向けての前提となるものでは一切ないということを考えた上でですね、一つにはやはりあそこに使用済みといいますか使用中の核燃料が残っておるわけですので、そういったものの安全確保その他を考えれば必ずしも必要でないものではないと思っておりますのでですね、そういった点からして、より今の状況を安全にするために役立ってくれるんであればあえて反対する必要はないと思っております。ただそれがこれを作ったんだから次は再開で進むんですよという話には結びつかないということについては重々この原電さんの方にも申し上げておりまして、原電さんの方でもそれは十分分かってますという返事を我々の方にくれているはずです。ありがとうございます。あと再稼働の申請についてなんですが、常々その地元の了解が必要だということで、おっしゃっていたと思うんですが、あくまでその範囲は UPZ ということで知事のお考えは変わりないでしょうか。地元ということで言うと UPZ 圏の市町村が対象になるということで、今具体的にどこまでということは考えておりませんけれども、他のケース他の発電所のケースなども十分参考にさせていただきながら検討していく必要があるんだろうと思っています。最後1点なんですが、参院選に向けて特定の候補者をこう支援される予定とか、応援される予定というのは何かありますでしょうか。これは私は全くありません。ありがとうございます。はい、どうぞ。日刊工業新聞、山谷です。圏央道のことについてお伺いしたいんですが、5月16日に国の方から一度、予算のことについて発表されて、稲敷口座期間が、今年度にできるということを出されて、でその後知事が国の方に要望を出されて、で先週また見直しということで、13年度2013年14年度以降って立ったのを、一応以降というのを消している状況になっていると思うんですが、でそのことについてですね、知事としての受け止め方ちょっとお伺いしたいんですが、我々としても一日も早く圏央道を開通してほしいという思いは強いわけでありまして、その点についてはこれまで何度も国交省大臣をはじめとしてですね、副大臣等々に要請活動をしてまいりました。ただその中で以降となったんではいつなのか分からない。例えばこの企業誘致などにあたりましても、企業の方もいつ頃からその道路が使えるようになるのかということで、自分のところの戦略を考えていかなければいけないわけですので、はっきりと年を示してほしい、開通年を示してほしいということでお願いしてきた結果、今回のような発表といいますか国交省での取り扱いになったところでありまして、我々としては大変ありがたく思っております。これをさらに少しでも早くできるようにですね、特に土地問題がネックになりますので、土地の取得という面で地元を挙げて協力体制を今取っているところです。それについての認識についてさらになんですけど、私の中でいうとその単純に以降っていうものが外れただけで、米印で土地収容法に基づいた場合によってはなんか変わる可能性もあるみたいな感じで書かれてたんですが、これって結局示されてないんじゃないかなというふうに思うんですけど、それは
収容がよほど遅れた場合にはそういうこともあり得るということで、基本的にはその年と考えていただければいいと思います。はい、どうぞ。毎日新聞の鈴木です。BSE 問題についてお伺いしたいんですけれども、 BSE の関係で、はい、お伺いしたいんですが、前回の知事会見の時には、安全だろうとは考えているけれども、横並びの議論になってくるということで、他県の状況を見てということ、前頭検査廃止については他県の状況を見てというお話だったと思うんですが、7月1日が迫ってきたということで、改めて1日以降どのように県としては対応されるのかということについてお伺いしたいと思います。この前も申し上げましたですけれども、これまでのいろいろな検討結果から安全性はまず大丈夫だろう、そうなれば基本的にはあとは販売戦略の面でどう考えるかということでありますので、国がしっかりそこについてはですね、各地方自治体を指導して、予定通りの形で、BSE の検査というものは廃止してもらえたらありがたいと思っておりますし、我々もそちらの方向で検討していきたいと思います。はい、どうぞ。茨城新聞の澤です。昨日知事の方からの、知事選出馬の表明がございましたが、それに関連してですね、参院選からネット選、インターネットを活用する選挙が、はい、可能になります。以前も知事選ではどうかというようなお話をちょっと伺いましたが、改めて表明した上でですね、インターネットの選挙をどのように活用される方針があるのか、あるいはどのように今お考えなのか、もしお考えあればお聞かせいただけないでしょうか。今はっきりした方針を持っているわけではありませんけれども、参議院選がいい例になってくると思いますので、そこで行われている極めて有効な方策といったものがあれば、当然私も活用させていただきたいと思います。はい、他にないですか。はい、どうぞ。たびたびすみません、 NHK 佐藤ですけれども、風疹なんですけれども、全国的に言いますと確か患者数がですね、2万人を超えて、大流行していると、県内でも、ちょっと最近の数字わからないですが、流行は続いているか、いると思うんですが、県としてですね、予防接種等に対するその補助ということについては現在も検討はしていないんでしょうか。厚労大臣が昨日だったことだったからですね、記者会見、ぶら下がりの記者会見に述べておられましたですけれども、他のこの病気、伝染病と比べてですね、どのぐらい数が多いかということで言いますと、本県の場合、特に大阪、東京などと比べると、発生数というものは少なくなっております。したがって私どもとしてですね、今市町村ではいろんな動きが出てきておりますけれども、県として対応するということについては現在の段階では考えておりません。検討としても特にその担当の部署に、検討するようにというような指示も出されていませんか。はい、数がちょっといくつだったら正確な発生数忘れてしまいましたですけれども、それ多くはありません。本件の場合にはそういったことも踏まえて対応していきたいと思っています。ありがとうございます。各社よろしいでしょうか。では、定例会見これで終了とさせていただきます。知事ありがとうございました。